吉田さん、確かに人の抱える悩みや苦しみっていうのはある人にとってみれば利益に変わりますよね。やっぱ人の悩みを取り除くことをするのが人のためになり、世のため、人のため、そしてお金になるってことになります。まあ中にはね、世のため、人のためにやってもお金を受け取れるレベルまでのことではないよってこともあると思いますけども、まあ例えばね、こっちの端からこっちの端まで川を渡ろうとするときに渡し船っていうのが昔ありました、ね、向こうに行きたいときに渡し船がないと渡れなかったから、渡し船は商売に成り立っていったわけですよね。でもそれじゃ不便だろうということで誰かが橋を架けるわけですよ、公共工事で。そうすると橋が架かったことによって便利になったけども、渡し船の業者さんは廃業みたいな感じで、誰かが豊かになるのと引き換えに誰かがそのマーケットを追われるっていうこともありますよね。じゃあプロアクティブの会社、ミキビニキビができてね、それをプロアクティブが解消しましたっていうと、もしかしたら占いの力でニキビを抑えた人がお役御免になったかもしれないですね。まあいろいろですよ、世の中こじつけたりとかこじつけなかったり、あなたの悩みは前世から来てますっていうふうな人もいますからね。そうすると前世っていうマーケットが出来上がるわけですよ。一定のレベルで前世ってものを信じる人がいて、一定のレベルで前世ってものがないと思う人がいてね、そして天国や地獄を信じる人がいれば、天国や地獄なんてのはないんだと、この世に全部終わってるんだっていうふうに言うこともあるかなって。